いすゞのフォワードです。いすゞのフォワード平成17年式でビッグホーンが2つついとって、ジューレンテールが秘密の工場で、秘密工場で、秘密工場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 、職人技ですね。毎度すすごろしのななみんです。今回は宮崎県にお邪魔しております。それでは今回ご紹介させていただくお車、こちらになります。はい、では今回ご紹介させていただくお車のドライバーさんであります原田さんです。本日はよろしくお願いします。お願いします。ちょっとだいぶ撮影が押しちゃってもう真っ暗になっちゃったんですけど、いつもとは違う感じでね、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ではじゃあこちらのお車のご紹介に移りたいんですけど、こちらのお車の車種をお伺いしてもいいですか。いすゞのフォワードです。いすゞのフォワードで、年式は平成17年式です。平成17年式で、すいません、虫がね寄ってくるからこちらのお車は予備車で普段使われてるっていうことだったんですけど、はい、基本的にはもうあまり動かれないお車、うん、ですね。でもそれでもこんだけ仮装されてるんですね、うん、ですねじゃあちょっとこちらの頭からいきたいんですけど、こちらのホーンはビッグホーンですか。はい、ビッグホーンです。ビッグホーンが2つついとって、でこちらのお車自体にもラメ吹かれてるんですね。はい、ラメは吹ってます。これ何色のラメなんですかね。大きめのレインボーのラメに小さめのシルバーですかね。だと思いますでこちらのミラーステイなんですけど、またすごくいかついのがついてますね、はい、こちらはどこかでワンオフで作られたんですか。某秘密工場です。埼玉の某秘密工場で作られたミラーステイなんですね、はい、にコンボイのミラーがついてるんですね、はいはい、こちらも社長さんの趣味だったりが反映されてるんですかね。そうですね、社長の趣味ですね。いやすごいですよね、こんだけ予備車にここまで力が注げるっていうのがねでこちらのバスマークなんですけど、はい、またなんかすごく変わったデザインですね。あんま見ないですよね。うん、愛とハートと、ここはまるで中で LED が入ってるんですかね、でクリアの箱みたいにだと思います。分かんないですね、になっとって、こちらもじゃあどこかで、基本全部秘密の工場で、秘密の工場で作られてるんですね。じゃあこのバンパーもその工場で作られてるんですかね。はい、すごいですね、ここ白と青の2色使いになってるんですね。はい、でパンチングで綺麗にされてますね。これもそっか、某秘密の工場で作られてきて、ここにはライトが2個ポンポンとついてるんですね、うん、でさっきちょっとちらっと見たんですけど、このバンパーは可変式、あ、はい、上がりますになってるんですね、はい、じゃあちょっと横のね作りも見ていきたいんですけど、またこのバンパーのこっち側にもマーカーが入ってるんですね、はい、まあ、もう色は青と白で統一されてるんですね。でもこのこっちは青と赤で入ってるんですね、はい、それもやっぱ社長さんのこだわりで、です、社長のこだわり、うん、作られとって、これ元からなんですか。元々ついてましたね。すごいなんかミラーの形が、でこのプロテクの造形なんですけど、この青と赤のやつがちょっと変わった形してますね。 あちらは防御機構で、あ、もうすべてプロテクも、いや、このあの光ってるアンダムの部分とかも、もう、はい、ワンセットで頼まれてるんですかね。もうこれも社長の趣味なんで、そうなんです
ね。でここもね長さ違いの各パイプがどん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 ってついてますね。すごく綺麗にされてます ね。でこっちのプロテク側の方もラメを吹かれとって、はい、ボディも塗られてますね。でサイドのバンパーなんですけど、こちらはこれも全部、あ、もう全てそうなんですね。すごくそこで作られてるんですね、基本的に会社さんのお車は。はい、ほとんどは。でこちらはマフラーとかは特に変えられてはないんですか。変えてないんじゃないですかね。変えられてなくて、でバスフェンダーがついとって、はい、これも秘密の工場で作られてるんですね。すごいですね、職人技ですね。で、わ、これめっちゃ可愛い。ハート型に。ハートちゃんだ。で、パンチングが入ってて、こちらのリアバンパーも秘密工場で作られとって、またすごい10連テールが綺麗にリレーされてますね。リレー機がついてるんで。で、ここは上は島板で貼られてるんですね。で、はい、こちら側はもう基本的に向こう側と同じですかね。同じです。うん、こちらのお車は、まあ、予備車ではあるんですけど、もしお仕事に出るってなったら何を運ばれてるんですか。やっぱバークじゃないですかね。あ、バークを運んでるんじゃないですかね。で工具箱があったりしてるんですね。あ、さっき気づかなかったけどこっち側にももう赤のあるんだ。すごい。で室内とかは特に何か仮装されてたりはしないんですか。特に何もしてないですね。では本日は暗い中ありがとうございました。じゃあ最後にこちらのすす殺しの極みを、はい、さっきね社長さんが購入してくださったので、もしよかったらこちら今入れていただくことって可能ですかね。 ありがとうございます。赤のすす焼きに効くこの成分と、すす殺しの青の燃料系統の汚れを取ってくれたり、はい、エンジンの保護とかをしてくれる、どっちの成分も入ってるので、はい、1個で2つの役割してくれるんで、予備車にぜひ入れてください、はい、開けていただいて。このお車は普段、まあ、予備車ですけど、はい、もしお車を走られるってなったら地場走行だったりですかね。地場だったりいろいろ。長距離とかも行かない。長距離はないです。あ、じゃあまあ、ほぼ地場みたいな、うん、地場だとストップアンドゴーが多いので DPF が詰まりやすくなるので、もうぜひ入れていただいて、ここぞっていう時に予備車が活動した時に、はい、すすが詰まらないように入れたってください。入れます。簡単でしょ。もう、はい、入れるだけでいいんです、すす殺しは。しかも1本で済むんで、はい、ありがとうございます。はい、ではすす殺しも最後入れていただいて、はい、ありがとうございました。もう社長さんに感謝ですね、はい、じゃあ最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。はい、いかがだったでしょうか。予備車でこのクオリティっていうのにもう本当驚いたんですけど、もうめちゃくちゃ某秘密の工場が気になりすぎるお車でした。それではこの動画が面白かったなと思ってくださった方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ほなねー。